今回は不思議なペンネームを持つ男、彼の名前は上村翔一、またの名を直木35、あの直木賞の由来となった小説家です。そんな彼のペンネームは一味違いました。まず本名の上村の上の漢字を分解することで直木とします。そして彼自身、文筆活動を開始したのが33歳だったことから、当初は33という名前で活動していました。そして年を重ねるごとに34、35と名前を変えていったのですが、友人から止められ35で止まったとか。斬新なお名前ですよね。歴史の裏話を発信しているので、チャンネル登録をしてお待ちください。